しょう質問石膏デッサンを授業の一環で取り組んでいます木炭で影などを濃く描くのがいけないのか1どうしても白というよりは灰色黒色の石膏の印象になってしまいます2また墨の生々しい部分が点在してしまいます この2つの対処法をお聞きしたいなと思い質問させていただきました<う>はい1行目に薄く書いてあるんですけど大学1年生はいはあ、はあ、で美術を学んでいますねはいなるほどで石膏デッサンを授業でやっていると、はい、そうです木炭で影などを濃く描くのがいけないのか 灰色、うん、どうしても白というよりはあ、まあ、灰色黒色の、はい、まあ石膏は白いのにその感じが出ない出ないです、ねうん、また墨の生々しい部分が点在してしまいます木炭で描いてる木炭、うん、木ンデッサンの難しさ、ね、そうですね、うんうん、大将どうですかね ま,まずそのよくよく起きる初心者の人が木炭で石膏をやるとよく起きる事象だなとは思いますね灰色になってしまいます黒が生々しいですみたいなまずやっぱりあの書き進めてるとまんべんなく手が入っていくんでそのえ白黒を追っていって順々にやって いったとしても同じ作業だとずっと同じグレーにこう白黒白黒白黒ってやっていってもその大きな関係性がないんであれなんかこうドワーンと同じものになっちゃうなっていうのは多くの人が経験するんじゃないですかねとは思います。あとそののの黒い方墨の生々しいい方し部分っていうのがまあ僕は 黒,い黒くなっちゃうっていうふうにちょっとこの言葉から解釈してるんですけど、うん、それもやっぱりその、えー、っと最大に黒い色がいろいろな場所に点在している、うんうん、石膏デーサンだとこう暗い部分っていうの大きく暗い部分まあ一番暗い部分って言った方がいいのかな、うん、それでそんなにたくさんの場所にあるわけじゃないじゃないですか、うん、白いものですから、ねうん、多くはない だとしたら、うん、そこまでの黒をいろいろなところに使っちゃうと、うん、よろしくないんですよっていうのは出てきますよね。なるほどそうかもしれない <laughs> そうかもしれない <laughs> あのなんかちょっとその、そうかもしれないと言ったのは、うん、やっぱり絵を見れてないのでそうですね、うん、そ,その想像でしかないってことです、ね、そ,うそうです、はい、勝手な想像ですよ、はい、これは。はいうん、まあ やっぱり白い石膏像を描くのにこう真っ黒い素材で描くっていうのはなかなか難しいなとその初めてやった時は思いました <laughs> なんでこれで描くんだろうみたいないやその <laughs>、はい、すごいなんだこれって思いませんでしたなんだこれって思いましたこれ何使ったことないから鉛筆じゃダメなんですかみたいな思いましたね <laughs> しかもなんかグーってるとバキバキっとかなったりとか、うん、なんか真っ,黒、ね、真っ黒になったりとか、うん 何か例えば黒い長靴を描きましょうっていう時にこの真っ黒の木炭をもらったらまだなんか長靴を描くためにくれたんだなって思うけどこんなに白いものを描くのに黒いものを渡されて描くのはなぜとはちょっと思いましたね最初。なんかこう難しくないですかとこれで描くのって思って。だけど んとやっぱりその参考作品の上手な石膏デザインとかを見て、うん、その木炭で描いたりして「えこれ描いたんですか?」って思って「<laughs> あのえっ?」と思ってこれ描い木炭でこれ描けるんだと思ってそのもっと何、うん、て言うのかなこう木炭というものを最初見た時に、うん、手にした時に、うん、これで描けるものっていうのは そんなそんなトーンの微妙なものを想像できてなくて。できないです、はい。もっとなんかぐるっと真っ黒で、縁、うん、どぶっとい縁取りができたような。うん、なんかこう、何と言うんでしょうね、こう。二色ぐらいの。なんか。ね、木版画みたいな。版画。<laughs> はいはい。村方しっ。そう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 ,そう。<laughs> そんな感じですよね。ああいう、ああいうこう、なんか豪快なもの。に、うん、豪快な画材に思えたんだけど。 こんな繊細なことができる画材なんですねというのを絵を見て初めてちょっと思ったというかびっくりしたって感じですねその、うん、なぜそれができるのかもわからないんじゃないですかなんか同じように木炭使ってるのにそのなんかこう、うん、ふわーみたいな、うん、トーン作れないですよね最初やっぱり、うん、そうですねうんそうですね確かにどうすんだよおいいやもう手が動かないクソみたいなうん うんて、うん、まあそうですねやっぱりこう、うん、慣れてないので木炭というものにコウに出始めて使って、うんえっと、どう使うのかというのはやっぱりちょっと分かんなかったですね最初はこれ使いこなせたらああいう絵になるのみたいなそうですよね、うん、ちょっと不思議な感じっていうかえでも予備校の先生は教えてくれないんですか、うん、投げっぱなしなんですか 木炭の使い方なんかこう正方形のマス目を10個描いてっ真っ白から真っ黒まで木炭で作る練習をしましょうみたいな感じで <laughs> やりましたねはい最初そういうのやれと言われてまあやったりしましたねまあそれがまあ教えるというかそういうことを体感することでよくなりますよってことを教えるって感じですかね。役に立ちました <laughs> うかな僕は全然だと思いました、ねうん、あ本当ですか、まあ、こんなん何のためにやるんだろう, <laughs> うーん役に立たなかったなとも思ってないですけど <laughs> ただそんなにそればっかりやったわけじゃなくて、はい、それはなんか一回やって、うんうん、汚いやり直しってなって、うん、もう一回やってみたいな感じで、まあ、2回か3回ぐらいしかやってないので<ー>あのそんなもんなのでそんなもうもうやだみたいなレベルに追い込まれたことはないですね。 のの時だしそれの時だだしそれ大変だか。いやその木炭の色がその制御できないというかやっぱ黒くもなったし、うん、なんか書いてるうちに汚れてっちゃうし、うん、なんかこう望んだ場所に望んだ色にならないっていうのをすごくイライラしてましたよねうん、うん、ものすごく。なるほど手が動かないんですよなんか<ー>こういう姿勢で描けみたいな感じで。 こうなんかこう重たいんですよここがこうんかこうこういう感じでこう手を伸ばして書きなさいみたいな感じでやるんですけど伸ばしてらんないなんかもう痛い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 みいそうなんですかへえこうやって書いてましたああ手を曲げてそうちょっとダメだよその書き方ああでも俺ちょっと言っちゃってるな今生徒に無理無理 あの顔が近いぞと、うん、画面にもうちょっと顔離した方がいいぞとは言っちゃってますね言われるんですけど、はい、できないんですよああそです最初その筋力がないというかそういう問題でと思うんですけどねそのかなんかここら辺が痛くなるみたいなじゃあ、うん、できるようになったってことは、はい、その筋力はついたってことなんですかねそうじゃないですか <laughs> なるほどそのこの状態であのきちっと制御できるようになるって ある程度その筋力的なものって僕がいると思ってるんですけどねなるほど確かにそうですよねだってこんなことをこれを6時間っておかしくないですか,、うん、かそんな生活してないですよねこうまあそうですね <laughs> この腕をこう、うん、横に伸ばした状態を、うん、そんなん最初できるわけないと思うんですけどねそうか <laughs> まあでも 休み休みですけどねあげっぱなしじゃないので <laughs> いやそうですけど <laughs> 相当ですよでも、うん、やっぱ最初は苦労しましたよこう置いてみたりとかああそうですかうんでな俺だけなのかな俺がおかしいのかあ <laughs> まあそんなにでも木炭をやっぱりやってた時期はそう長くないからかな僕の場合はああそうか、はい、でも鉛筆も同じようにこうある程度距離を取ってそうですねそれはそう同じです、うん それは別に苦労しなかったんでいややっぱり背中丸めたりはしてたんですけどこうやって背中を背筋を伸ばしてっていうのは全然守ってなくて今でも守らないですけどでも画面と距離を取るは結構僕はやんないと書けないですねああなるほど割と近くでも書けますああそうですかこういう。近くにだから結構 E0 を離さないと。 全然でできないですねただあの近くで書いてるとせっかくやった仕事が離れてみた時に何の効果も生んでないみたいなそのなんていうか無にちですすよねそれは感じますそのちゃんと注意して離れてみてそれが効果的なのか効果的じゃないのかっていうのを確認しないとやってることがまあ こう意味なななかったたここの1時間みいそうですねだから離れて書くっていうのは、うん、あ離して書くか、うん、離して書くっていうのはその効果をちゃんと確認、うん、広い画面を見ながら確認するっていう、うん、あだからその灰色になるっていうのも、うん、もしかしたらこう近づいて書いて小さな単位で見てるうちに全体がいつの間にか灰色になっていたっていう可能性は ありますね、初心者の人にはありえるんだろうなと思いますよ。うんうん、でその生っぽいっていうのも、うん、同じような黒がいろんなところに入っちゃったっていう、うん、それも離れてないあとは確認してない、うん、そうですねえっとまあ対処方法なんですけど対処方法をお聞きしたいって書いてあるので、はい、対処方法は、うん、とモチーフを見るときに、うん 何を見るかっていう意識の問題だと思うんですけどその意識で見てないとこうなるみたいな失敗していく時はなんかこう見<ー>うう見方ででてるんですよね <laughs> これ伝わりにくいなああのよく、まあ、これを、うん、あの予備校の先生は「うん、お前全然見てないな」とかっていう表現をする人がいるんですけど。 言われた方は見てますよと業うじゃすか行してるんですよめちゃくちゃ見てますよ見てないとは何もそう思いますよねとても受け取れない言葉というか僕はね見てると言いたいんですけどすごくよく見てるんだけどただ見てるというのにも種類があって見方あなたはめちゃくちゃ見てると。でも あのこういう意識でも見てくださいっていう、うん、そのいくつかの,その意識を変えてものを見ると見えてくる情報って変わるんですよね変わりますね、はい、だから何を意識しながら見るか、うん、うんと言い換えればその何を拾いに行くかというか、うん、なんか観察から、はい、情報としてですね、うんはい、そのやっぱりこういう情報を特にあのピックアップして拾ってこうと。うん その他の情報に対しては興味を持たないぞみたいな、うん、そういう目的を持った、うん、あの情報の取捨選択っていうのが、うん、すごくその何を意識してみるかなんですようん,、うん、うんとすごく例えば今の話ぼんやりしてて分かりにくいので例えると施工、うん、を見るときに、うん、例えば 汚れを見ようって一生懸命汚れを意識してみよう、はい、どこが汚れてるかなみたいなあ汚れてるな、はい、その白い石膏といっても白くないところがあると思うんですね、うん、まあ新品だったらないかもしれないけどの先黒いな,はい黒いなとかそれはもう確実にその明暗あの日向影とかという明暗じゃなくて白くないんですよねその部分はもう黒,、うん黒,ね、黒っぽく汚れてきてる灰色っぽく汚れてきてる肩の上に木炭の粉が乗っ,あ乗っててそれももう白くないんですよねそこは。うん だからそういうふういふにそのつまりそれは汚れを観察するっていうのは、うん、と言い換えると固有色の観察なんですけど何色か白い場所と白くない場所明るいか暗いか光を受けてて明るいかとかね影、うん、で暗いかとかそういう情報は置いといて、うんはい、汚れ、まあ、つまり固有色というものを一生懸命見ようって着目しながらその情報を拾いにいくと。 あのその情報がええるんですよ拾ますよ、ね、まこ,ここが汚れてるあここは汚れてないとか、うん、だから影の中で薄めにしたら暗いんだけど、うん、でも汚れてないと、うん、だから白いものだっていうふうにそこを認識することができるし、うんうん、逆もできるあの日向の中でかなり明るい色なんだけど、はい、ここはでもちょっと汚れてるぞとかそうやって汚れを見に行けば汚れが見えるし逆他のものを見に行けば他のものが見えるっていう。影を見る 影を見るとか、うん、ってなると今度はこれはあの汚れとかはもう見ないぞと、うんうん、光影みたいなものを見る、うんうん、っていう意識で物を見るとえっと汚れじゃなくて光影の方をあのまあ、見れるようになるんですねだんだん,ん、うん、だから僕もねえっとやっぱり経験が浅いうちは 汚れてる石膏だと思う惑わされちゃってダメだったんですよそれはやっぱり情報の取捨選択ができないんですねうん、うん、汚れてるところはやっぱりあの光を受けてっても汚れてるなという認識をやっぱ無視できなくて結構黒く書いちゃうんですね,そう,ですねそういうところで黒くなりすぎちゃったりして、はい、日向なのにはい、はい、日加減のところと同じになっちゃったりする、はい、ってことをよくやってて、はい でいやこんな汚れとかそんな拾わなくていいんだよって先生に言われても、うんうん、理屈では分かるんですけど、うん、目の前には汚れが見えちゃってるから、うん、手作選択できないですよやっぱり <laughs> 拾わないということができないものを見て書くという以上すごく難しかったんですよそれがいや、はい、その,あの意識して見るっていう癖が必要なんですよねそうですね <こう S 1> 訓練によっていう うい見方をうか、うんうんうん、そう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 そ,<の>そこがすごい訓練の大事なポイントなんですねそうなんですよそういう見方をしていこうと思いながらやってもいきなりはできないですだけどそれを、うん、と繰り返し繰り返し、はい、訓練してるうちに、うん、自然とそのなんか特に。 構えなくてもそういう見方が染みついていくというかだから今は全くそこは苦労がないんですよねもうんかただ見て書いて見て書いてるだけだよとかっていう感覚なんだけど実は結構情報収集選択してるんですよよく考えてみると。その見方のチャンネルをくるくると変えてみり切り替えながらちょっとここは違ってるから見方を変えてやってみようみたいなことを何ていうか。 見方を変えてやってみようも思わず思ってないそうなんですよ何ていうか本当にこう無の無の状態で自然体なんですねパパって変えてあれ合ってる無意識なんですよあれ合ってないとかっていう例えばんか拾わなくていいような汚れが仮についてる石膏像があったとしてある一部分になんかポチッて汚れてたとしますよねだけどそれを えっと汚れは書かないことにしてとか思わってなくてなんかスルーしてて例えば横からなんか誰かが「あれこの汚れは書かないんですか?」って言われて初めて「あそういえば俺これ書いてないな」みたいな自然とこれは流してたっていうぐらい無自覚なんですよねそういう状態になるにはやっぱ訓練かなり積んでってだんだんそういう自然体になってくるのでこれがね本当ね絵を教えていてなかなか伝わらない。 うん、これねすごいいっぱい語るんですけど <laughs> でも訓練料がやっぱり成し得るところだと思いますねそれはそ<の>ああのすぐそうなったわけじゃないのでそのふ生きている生活の中で身につける見方じゃないってことなんですよねそのあのあそうかもしれテレビを見るとか、うん、YouTube を見るとか、うん、飯を食うえっ、ー、とそうです、ね、駅に行って何駅の何々、うん にこの線に乗ってっていうのは見てるわけじゃないですか。はい,はいはい、その見方じゃないですね。ねそういうものの見方じゃない見方を、うん、その身につけさせる、喚起させるそそ。そうなんです。生活に生活必需品じゃないものを呼び起こすぞ <laughs> っていう,う。そうなんです。そうなんです。そ,うなんですその人間が持ってる能力のある一部分っていうのをこう鍛え上げていく、うん。うん。なんかこう、うん、潜在的にある程度あるんだけど。うん あの今まで全然そこ使ってこなかったものの見方をなんか予備校というところに行って初めてその使い始めてで使ってるうちに鍛えられてそういう潜在能力がこう割と表面に出てくるみたいなそんな感覚ですねやってたら急になんかビカビカみたいなおお確かにそう見えるみたいのはなんか経験ないですかその その瞬間みたいなあれ確かにみたいな僕はそういうのがう、うん、あってあららってなぜかそのうん,うーんといろいろなこう注意喚起をしていながらも、うん、その意識的にそうできなかったというかこうある程度こう。 23分なのか1分なのか30秒なのか10秒なのかわかんないですけどすっごい短い時間はできるんですけどなんかこうその切り替えっていうのを本当に「あなたは今は光と影をちゃんと大きな関係性を見てみましょうね」っていうのをやらないとできなかったんですけどそれがなんかこう 単純にこう目を薄めて見る、うん、目を薄めて見るみたいので何、うん、ていうかそういうスイッチでできるようになったというかうんうん、うん、そうですねそう<は>徐々にあらって <laughs> おや今の、うん、っていうのはありましたよだからその、うん、ちょいちょいそういうのを経験してる人ってビーズやってる人って言うんじゃないのかなと思ってあれってなるほどおやって いやーどうなんですかね、僕でも、なんか、うん、うん、分かったかもみたいな瞬間とあんまりなんかないな、あ,あ、そうなんですね、はい。割と。いや、僕はだから何度も会って何度も、あれ違ってたってい<ー> <laughs> う、結構、いやー、来たって <laughs> <laughs> ああ、そういう感じなんですね、来た見えた、見えた、ああそう言ってる友達いたな。うん <laughs> あの同じ世代でしょっちゅうその「俺もわかった!」ってなんか言いにくるみたいな「きたわかった!」みたいなそんなわけないって思ってましたね僕はそんな,すそんな簡単にわかるわけないああ僕はでもそっちタイプああそうなんですでもあれんあれ,あれなんか一日寝るとわかんなくなるみたいなあれ何だったんださずっとわかんないっていう方でしたね僕はそのなんかどちらかというとそのなんかこう 割割り切れるはずのなないいみたいな感覚。えーはい、じゃあこういろいろと問題を抱えながら、はいはい、うーんみたいな感じでやってった割とずっとそうですね受験生の時は特にそうです今はだいぶ、うん、あの時悩んでたあれはこうだったなっていうのが少しありますけど、うん、受験生の時にもうなんかいろいろこういうことなんだって見えたみたいな瞬間はなかなかなかったですね。<ー> いや本当に一喜一憂してましたからね、僕は最初の頃は <laughs> 見えた、見えたみたいな、うん、<laughs> いたなあ、そういう人 <laughs> あんまりそういう人を信じない <laughs> んそうですね、その <laughs> 仲いい友達とかで、割とそういう <laughs> 俺も分かった、俺も分かったってすごいょしょっちゅう言ってる人って<ー>だけど、その次の日とかにあれ、ちょっと違ったかもみたいな言ってて。 それ繰り返していやそんなに分かったとか言うほどそのんか美術というものが割り切れない性格にあるものなんじゃないかなと思ってたところもあります。俺はそれ酒井さんそっちすね。意外にも。あってああんかこうパーって見えてスーって消えていくみたいなあれさっきの何だったんだろうみたいな。 いやー僕なかったなあ,あんまりそのこう確信を持つ瞬間っていうのはへえ<ー>、はい、分かんないまんま入ったって感じですねああでもその <laughs> あの全てを理解した上で、はい、完全完璧で受かってるわけではないというかやっぱり分からないところはっていうか、はい、やっぱりその身につけられた能力を持って、うん、合格していくしかないんだねみたいな感覚ではいましたよその足りてないのがいっぱいあったんで。 なんかこう欠落してるなっていうのはありましたけどでも分かったは分かったは楽しいですからね分かったってエンターテインメントじゃないですかこんな快感ないですよ分かったっていうそうですねそれにはまるとだめなんですけどねでもそのテンション上がりますからねおーきたってでもね 事実じゃないこともたくさんあるんですよね <laughs> って<い>ううんなるほどその経験上ですけどね、うん、でもそういうのをがモチベーションにつながることもあるんでいきなり僕はそこは否定しないというか、うん、その,そのまあもし嘘だとしても、うん、まあありじゃんじゃないかなと、うん、何話してんだ俺 <laughs> 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 思いますけどねはい、はい、いやーだからこの だ今もう味方の話っていうのをしたんで、はははうん、やっぱりその対処法、えー。はい、対処法っていう点では、そのいろいろな見方を持って、やってみてくださいということなんですかね、うん。うん、そうですね。まあ、さっき、そのどういう意識でものを見るかで見えてくる情報は変わるっていう話をしてたんですけど、で、その。 どういう意識で見ればいいかをいくつか言うと結果になるべくだからまず汚れに惑わされない石膏デーサンであれば2は白い黒いグレーだとかね明るくなった暗くなったという明暗情報を拾って自分の画面に置いていくんですけどその今拾っている 白とか今拾っているグレーとか黒とかっていうのが、はいえっと、面の方向としてどちらを向いてるか、はいはい、白いなっていうのは色の情報なんだけど、はい、この白は右上を向いてるなとかこっち向いてます真上を向いてるなとか、はい、左上を向いてるなとかそういうその方向、うんはい、この黒は真下を向いてるなとかこっちの黒はあれ意外と上の方を向いてるぞとか、うん、なんかそんな風に向いてる向きを 把握しながら、うん、あの物を見る。うん、で、これってやっぱり意識なんですね。そのどこが白いか、うん、どこが黒いかなというのは色を意識しながら物を見ることで、うん、えっとどちらを向いてるかを知ろうとしながら見る見方は、うん、えっと色を意識しながら見る見方じゃないんですよね。うん、方向を意識しながら面の方向を意識しながら見る見方なんですよね。だそういう意識で物を見ようとすると、うん、えっと結構あここは えっと上向きだここは下向きだここは右上だとかね、うん、ここは立面だとか,、うん、なんかそういうことは読み取れるんですよ、うん、そういうことを意識しながら見るとかなり読み取れるまあ向きは見えます、ね、見えますよね、はい、そ特別デッサン力がない人でもある程度見えるんですよ、うん、向き見えます向き見えるんですよねはいまあそういうふうに、えっと、向きを意識してなかった人は、うん 向きを意識しながら見ることで今自分が描いてるところがどちらを向いてるのかというのを知りながら色を置くことになって、うん、でそうなってくると、えっと、ただ色だけを意識して色を置いてるのとちょっと違ってきて、うんえっと、上向きの面でちょっと黒く感じるところと下向きの面でちょっと黒く感じるところは。 同じじゃないっていうのがないあのこれだけ面の方向は真反対なんだから、うん、同じじゃないんじゃゃなないいいんんかという検討がつけられるんですねそれで改めて同じじゃないんじゃないかなって見るとあやっぱり上面の黒と下面の黒は違うわということに気が付くことができて、はい、比較ですかだから、えっと、色白いな黒いなという情報を直接追ってる人よりのなんとか正しく拾えるんですよね。うんはい そうなんです。だからそういうふうにこう面の方向を意識しながらえっと今描いているところを見ましょうっていうのが一つおすすめです対処方法として。そうですね。はい、そのあの今のはだからそのそういう見方をしようじゃないですか。うん、それがだから訓練の一つなんですよね。あ、そうですね。その見方がそのその人にとってまあ、正しいか正しくないかというか響くか響かないかはあると思うんですけど、うんうん、その。 どういう見方をすると自分はそのデッサン的な意識になるかっていうのはそれぞれあると思うんで今のはその一例としてただそのほにゃほにゃっていう見方でこれを見てみようはそのおすすめなんですよねそのこうそれが何であるかは僕はちょっと言い切れないんですけれども見方を意識するっていうところを常に あこう体に染みさせる目に染みさせる腕に染みさせるっていうことをしていくと変わっていくんじゃないかなと思っております、はい、そんなとこでしょうか、はい、思いのほか長く喋っちゃうんですよ、ね、いましたね結構長かったですねこれはこれ長かったですよねうん、うん、<laughs> お役に立ったでしょうか今日は以上になりますそれではまた次回ですそんじゃ、ね、さようなら